んにちは、エクスロンの岡本慎太郎でございます。本日はですね、石川県金沢市にございます谷田株式会社本社工場に訪問させていただいております。谷田株式会社様はですね、軽金属の鋳造加工メーカーということになるんですが、そんじょそこらの鋳造メーカーではございません。2015年にはですね、ナドキャップと言われる航空宇宙における国際的な、認証を取得いたしまして、最もクオリティ、ね、品質が高いレベルを求められるですね、製品群を生産しているメーカーということで、今日は現場を見させていただきたいと考えております。またこちらにはですね、エクスロン製の X 線および CT 装置が、ね、納入されているということで、そちらの方も役に立っているか、ね、垣間見たいと思います。本日はよろしくお願いします。はい、それでは早速谷田さんに訪問したいと思います。失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。お世話になります。それでは今日 YouTube を撮影ということで、はい、一日ですね、ご対応いただきます谷田様でございます。谷田株式会社の谷田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一番最初ね、YouTube 出るという緊張すると思うんですが、はい、ね、リラックスして、とても緊張しています、はい、よろしくお願いします、はい、それでは簡単にですね、この後社屋、会社内をご案内いただける前にですね、はい、簡単に谷田株式会社様のご紹介をお願いできたらと思うんですが、はい、谷田株式会社は創業60年の会社です。金沢市に本社工場がありまして、台湾にも子会社があります。ものづくりの会社でして、アルミ合金やマグネ合金を使った鋳物、それらの加工と検査を、しております。お客様は半導体製造装置のメーカーさん、航空機エンジンのメーカーさん、自動車のお客様などです。これから鋳造、加工、検査、材料試験の工程をそれぞれ実際に皆様にご紹介できればと考えています。ありがとうございます。では早速ご案内いただけたらと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、最初に鋳造工程のファーストステップということになるんですが、型を作るところですね。そちらの部屋になりますね、こちらの方はね。はい、そうです。はい、それではご紹介をお願いできますでしょうか。はい、こちらは 3D プリンターで型を作る部屋です。型というのは砂を使って作る型になります。なのでこれは 3D プリンターで砂を積層して固めていくタイプです。まず原理としては、ベッドに砂があります。でその砂に樹脂を吹きつけて砂を固めます。で固めた砂にまた砂を敷いて、樹脂を吹きつけていくということを繰り返していきます。そうすると、積層ピッチがだいたい 0.3 ミリぐらいで、積層を重ねていって、このような砂の型を作ることができます。なるほど。あえてですね、私初めて知ったんですけども、砂型を作るのであえて 3D プリンターまで活用する、はい、理屈というかメリットってどういったところにあるんですか。はい、いくつかあるんですが、まず、木型が必要ないというところが大きなメリットになります。通常でしたら木型を作って、その木型に砂を詰めて砂型を作りますが、これは、製品のモデルデータからダイレクトに砂を積層して、型を作ることができます。デザイニングして、それをコンピューターに仕込んでプリンターで作ってもらう。はい、うん、そうですね。またその他にも、複雑な形状を、作ることができる。また型の抜き勾配を無視した、
形状を作ることができるというようなメリットもあります。あ、なるほど。複雑な構造には 3D プリンターが向くと。はい、なるほどですね。ただ一つ一つここまでプリンターでこれ一つ作るのすごい時間かかると思うんですけども、はい、そこまでしてクオリティを上げていくための、ね、設備投資ということになるんですね。そうですね、はい。で先ほど私驚いたのはこれ作ったのをなんかスポイトみたいなとかストローみたいなのでこの間の砂を一つ一つ人でなんか抜き取るような作業をやってらっしゃったんですけど、はい、あれはどうしてですか。あの鋳造する時の血管の一つにガス血管というものがあるんですが、はい、その、砂のガスを、抜くための穴を、開けるということがあります、はい、でその穴は当然固めてないので、サラサラの砂なので、はい、それを抜かないといけないんですね。なるほど、はい、それを一つ一つこう、ね、ここにあの細い管ありますがこの間に入れられて完璧に砂を落としてらっしゃる作業、はい、そこまでやられるんだなと驚いちゃいました。そうですね、最終的には人の手で、はい、あの完成させなければならないところがありますね。それは大変ですね。ただそういったところで物が一つ出来上がっていくっていうまでのこの大変さというかあのそういうのが目に見えて私驚いた点でございますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれが次の工程に行くということですね。そうです、これを使って鋳型を組み立てていきます。なるほど、では次のお部屋に行くということですね。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、それでは先ほど 3D プリンターで、作られた砂型ということで今こちらに後ろにあるのが全部そうなるんでしょうか。はい、こちらが、3D プリンターで作った砂型になります。こちらは、シリンダーのウォータージャケットの部分になります。なるほど。でこちらは 3D プリンターではなくて従来の木型で作った中子になります、うん、こちらがシリンダーの部分ポートの部分などになります。でこれらの中子をあちらの主型にセットしていきます。でセットが終わりましたらあちらの砂圧鋳造装置に組み付けます。まずここまでの過程だけでもそれぞれに型を起こすわけですね。はい、そうなんです。それが 3D プリンターを使う良さになりまして、なるほど、これは一つ一つ型に砂を込めて作っていかなければいけない、はい、手作りなんですね、はい。こちらの 3D プリンターは 3D プリンターの機械が自動的に作ってくれますので、はい、省力化にもなってます。なんか一つ物が作るためにこれだけ手間暇かかるというのがここに見てみると本当に分かりますね、はい、ありがとうございます。はい、それでは先ほど見せていただいた鋳型の方が最終的にはこちらの鋳造装置に入れられて実際製造されるということなんですね。でこれがなんか谷田クオリティをこの象徴的な装置だという話を伺っておるんですけど、はい、こちらが、谷田の特徴の一つの砂圧鋳造装置になります、うん。こちらの砂圧鋳造装置は、低圧鋳造を発展させた装置になります、下の、上下にチャンバーが2つありましてで下のチャンバーには溶けた金属を上のチャンバーには先ほどの鋳型をセットしておきます。そしてその2つのチャンバーをストークでつないで同時に、同じ圧力を多圧します。でその多圧環境下で、上のチャンバーのを減圧するまたは下のチャンバーを加圧することによって砂圧を作ります。砂圧ですね、はい、この砂圧を利用して下のチャンバーから上のチャンバーに、溶けた金属が流れ込みます。なるほど、はい、そ
そうして加圧環境で金属を型に入れて凝固させることによって様々なメリットが得られます。どういったメリットが得られるんですか？はい、まず一つは鋳造特有の欠陥を大幅に抑制することができます。巣が入っちゃったね。はい、そうですね、その巣を抑制することと、あとは湯回りを大幅に向上させることができます。はい、そのように高品質な鋳物を作ることができます。例えばレーシングエンジンの部品や半導体製造装置の部品、航空機の部品などを作ることができます。まさにクオリティの名前がそのままついてくるようなマーケット、はい、ということになりますね。はい、まあ、そういったこういうオリジナルの鋳造技術がタニダブランド、タニダクオリティを一つ一つ信頼性を世の中に知らしめた、ね、はい、理由になるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、でもそれにしてもでかいですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは鋳造工場の方から続いて加工工場の方に移動してまいりました。ところでこちらの方はもしかして先ほどの、はい、先ほどの鋳造装置で鋳造したものになります。立派になりました。そうですね、これは加工前の工程まで進めたものになります。はい、この後ということは加工ということになるんですが、はい、この後どういう工程を行いますか？はい、この後加工の装置に入れるために、はい、あちらの加工用のジグにセットします。じゃあそれは今後この後従業員の方にこれを乗せていただくということですね。はい、はい、わかりました。それでは皆さんにその工程を見ていただこうと思います。はい、それでは加工機の前に来ました。先ほどの金型の方がすでにこの加工機に取り付けられた状態ということですね。はい、はい、そうです。でまたこれですね、タニダクオリティの、ね、一つなんですが、なんか斜面傾斜角面割り出しができるとか、はい、特殊な装置だと。そうなんです。この機械は横型の5軸のマシニングセンターなんですが、通常の横型のマシニングセンターと違いまして、テーブルが、主軸に対して、直角になります。そうすることによって剛性が高まって、加工条件を高く早くすることができます。なるほど。それでですね、今日普段はですね、当然ドアが閉まった状態で当然加工が行われるんですが、特撮ということで安全面を徹底した上でですね、中の加工風景を見せていただけると、はい、いうことでございましたので、皆さん楽しみにしてください。ではセッティングお願いします。はい、